もちろん警察には連絡したんですよね。こういう時はどうすればいいんでしょう。どうすればいいんでしょう。落ち着いて聞いてください。どうも昨夜の落雷で何かの機械がやられたようなのです。それで電話が使えなくなっておりまして。じゃあ台風が過ぎるまで警察にも連絡できないんですか。私がしっかりしなきゃ。マリアだけじゃない、ジョージ君もバタロ君も今は私が親代わりなんだから、しっかりしなきゃいけない。私はもう子供じゃない、子供じゃない。熊沢さん、私はお父様のところへ行ってきます。特にジョージ君とバタラ君の二人をお願いします。きっとだいぶ神経が参ってると思うの。ええ、それはそうでございましょうとも。本当にお気の毒なことです。何か温かい飲み物でも作ってあげることにいたします。ありがとう。さて、次はどう遊ばせてもらおうか。まだまだ駒はいくらでもある。
皆さんもいろいろあってお疲れでしょ。こういう時は温かい紅茶で体を温めるのが一番ですよ。それはいい提案ですな。私も賛成です。おいしい紅茶にジャムを塗ったビスケットなどいかがですか。そうそう、ハロウィンの時期が近いみたいで、かぼちゃ型の美味しそうなクッキーが棚にありました。あ、熊沢さん、それは。バトラさん、本当にすみません。悪気はなかったんですよ。いや、気にしてねえぜ。この煮えくり返るような怒りは絶対犯人にお返ししてやるぜ。その犯人はまだこの島にいるのかな。いるだろうな。何しろ台風が過ぎるまで船は来ないんだ。ええ、そうですとも。船はちょっとの風でも欠航しますからね。ましてや台風では絶対に船になんか乗れませんよ。ええ、気持ち悪いな。兄貴もそう思うのか。俺もだぜ。犯人が例の謎の来客かどうかは捨ておいてもだ。そうですな。私たちはついついベアトリーチェを名乗る謎の来客を怪しがってしまいますが、まだ犯人と決まったわけではありません。彼女がまだ死体の出ていない犠牲者である可能性も残っている。それを考えるとどうしても理解できないことがあるんだ。それはどういうことでしょうか。簡単さ。さっき熊沢のばあちゃんの言った通りだよ。この島は今台風の真っ只中で脱出不能だ。それは犯人だって同じさ。なら犯人にとって犯行発覚は可能なら最も避けたいことのはずだ。そうですね。礼拝堂の入り口にあんな不気味な魔法陣を書いて、ここに死体がありますなどとアピールする必要はありませんね。そうさ、そういうことなんだ。さらに言えば、あの6人にあんな無ごたらしいことをするだけの手間をかけられたなら、6人の死体を発見不能な場所に隠すことだって可能だったはず。同感だね。あの残酷なハロウィンパーティーは多分死んだ人たちに向けられたものじゃない。やがて発見する僕たちへ向けたものなんだよ。魔法陣はそのためのアピールだと言い切れるだろうね。犯人はこの島からしばらく逃げられないことを知っている。にもかかわらず台風の真っ最中に死体を見つけさせたいような真似をした。こりゃどういうことなんだ。俺が犯人だったなら死体を見つけさせるような真似は絶対にしないんだが。ベアトリーチ様はお部屋におられませんでした。特に部屋が荒らされていた様子もありませんし。ああ、いえ、お嬢様がだいぶ荒らしてしまいましたが。そういや、ジェシカは？カノンさんが様子を見てくれています。多分お嬢様のお部屋におられるでしょう。よくないね。犯人は間違いなくまだこの島にいる。今の状況下で少人数で孤立することはそれほどいいことだとは思わない。それはどういう意味ですか。まさか犯人は私たち全員を殺すつもりだとおっしゃるんですか。落ち着きましょう。まだそうと決まったわけではありません。
ところが悔しいことに、その可能性も否定できねえんだよな。この手紙が礼拝堂にあった。これによるならば、犯人は魔女様で、爺様の秘文の謎を解いて黄金を見つけなきゃ、一族老頭を皆殺しにする。みてえなことを言っている。それは本当ですか？その、私にも読ませていただいてよろしいですか？死にたくなかったら、爺様の隠し黄金を見つけてみろか。ふざけやがって。てめえじゃ解けない謎だから、俺たちに解かせようって腹に決まってるぜ。しかし、実際のところはどうなんでしょう。奥様は常々、黄金伝説は親方様が作られた幻想に過ぎないと言い切られておりました。本当に実在するものなのかは怪しいところですよ。そうですが、あったらいいなとは思いつつ半信半疑だったはずです。親族の皆さんが黄金伝説を信じ始めたのは、金蔵さんが健康を崩して遺産問題が浮上してからです。それまでは信じている人はほとんどいなかったと思います。そうか、それでかな。覚えてるかい？礼拝堂のテーブルの上、黄金のインゴットが三つあったね。あれだけでも相当の価値があるよ。あれはまさに、黄金伝説は実在することを証明してるんじゃないかな。お待ちください。今、黄金が三つとおっしゃいましたか？ああ、確かに。三つが積み上げてあったぜ。それが何だってんだ。その私、旦那様がお話になっているのを聞いたことがあるんです。ええ、聞いただけでございますよ。別にこっそりお話に聞き耳を立てていたわけではございませんとも。ええ、今は気にしないぜ。それで何だってんだ。あの金塊が三つじゃ、何かまずいってのか？ええ。旦那様がおっしゃるには、黄金伝説を裏付ける黄金は一つしか見つかっていないのだそうです。そうでしたな。確か金蔵さんが、マルソーの会長さんに黄金の山を見せて、その一本を持ち帰らせた。というような話だったはずです。その一つをですね、旦那様はお持ちになられていたのです。そしてこうもおっしゃっておりました。親方様の黄金伝説を裏付ける黄金はこれ一つしかないとも。旦那様ってクラウスおじさんの話だよな。ってことはなんだ？じゃなくて三つ？おいおい、どこから出てきたんだよ。多すぎるぜ。こうは考えられませんか？他の親族の方もそれぞれ見つけておられて、それを一つずつ持ち寄られたとか。いや、私はそうは思いません。親族の皆さんがお屋敷に来られた時、私は皆さんのお荷物を預からせてもらっています。その時不審な重さは感じませんでした。あれは10キロくらいはあったと思う。そんな重さが荷物に入っていたら僕だって気づくよ。でもそんな雰囲気はなかった。うちも同じだぜ。せいぜい着替えと常備薬、キリエさんの化粧道具、そんなもんだったと思う。ローザおばさんの荷物も軽そうに見えたぜ。となると、その三つ積まれた金塊は、彼ら、あるいは僕らに示されたものということになるね。黄金伝説は、
間違いなく存在する。幻想なんかじゃない。それを暴いてみろと。それの隠し場所を示した那覇の碑文を私たちに解かせて横取りしようという魂胆でしょうか。確かにそれが一番筋が通る。しかし腑に落ちない点もいくつかあるぜ。まず碑文を一番解けそうな人物である親たちが真っ先に殺されてる。これはいきなり矛盾があるように思う。そしてここがもっと腑に落ちない。黄金伝説は実在するって言ってどうして黄金が詰めるんだ。まるで犯人はもう自分だけは黄金を見つけていて、お前らも見つけてみろって言ってるみたいに見えるじゃないか。犯人もクラウスおじさんのようにその3本を手に入れ黄金伝説を確信し、残りを僕らに探させようとしていると考えるのが一番しっくりくるね。チェズ盤に駒がちっとも並ばねえ。犯人が何を企んでいて何をしたいのか何をさせたいのかがさっぱりだ。無駄なのか。何を考えても今の時点では。書いてあるよ。何をさせたいかは。みんなは文字読めないのかな。ベアトリーチェは黄金が欲しいなんて一言も言ってないよ。ベアトリーチェは碑文の謎をみんなが解けるか解けないかそれしか聞いてないんだよ。どうせ無理だろうって思ってるに違いないけどね。マリアにはそれが解けるってのか。知らない。だってマリアは黄金鏡へ連れてってもらうんだもん。ベアトリーチェの邪魔なんかしないよ。どうやらこれ以上を知るにはマリアに話を聞こうかないようだな。マリア、聞かせてもらうぜ。ベアトリーチェってのは何者だ。何を企んでるんだ。ベアトリーチェはね、魔女なの。不思議な力で何でもできる。魔法の力で何でもできる。黄金も生み出せるし、パンも生み出せる。もちろんお菓子だって生み出せるよ。見たでしょ。そんな話はやめなさい。バトラ君たちが気を悪くするでしょ。おお。ウーではわからないわよ。ハイは。おお。ローザさん、そこまでひどくすることはない。娘に対する教育です。口は挟まないでいただきます。ローザおばさん、それはお父様のものです。このような事態ですので特別に借りてきました。みんなだって分かってるはず。犯人はまだ近くにいるのですから。何があるか分からない。同感です。
犯人が何を企んでいるかを探るよりも、僕たちは身の安全を先に考えた方がいいかもしれない。お父様はご無事でしたが、突然の出来事に多少取り乱していました。幸いにも部屋からは出ないと言っていますので安全でしょう。あと、私たちは極力同じ場所に集まるべきです。同感だぜ。相手がどこに潜んでいるのかもわからねえし、何しろ一人という保証もねえんだ。ローザさんに同感です。私たちは一ところに集まるのがいいでしょうな。ええ、私もそれが良いと思いますよ。ええ、お嬢様たちももうそろそろこちらへお呼びした方がいいかもしれません。そうだね、もう降りてきてもらおう。俺と何人かで行ってこよう。ジョージの兄貴に、ゴーダさんも来てくれれば十分だろ。いいえ、みんなで一緒に行きましょう。狼と羊のパズルなのよ。私たちがここに揃い安定しているなら、この状態が一番安全。狼と羊のパズル？おお、マリア持ってるよ。見せてあげる。マリア、テレビを消しなさい。ゲンジさん、ジェシカちゃんの部屋を教えてください。みんなで行きましょう。はい、ご案内いたします。さあみんな一緒に行動するわよ。私の指示に従って。シャノン、よかった。戻りが遅いから少し心配してたよ。ご心配をおかけしました。親方様より筆行のご命令があったもので。筆行？シャノン。すみません、失礼しました。ほら、遅れないで。みんな一緒に行動するの。犯人はいつどこから飛びかかってくるかわからないのよ。止まって。なんですかこれは。皆様お下がりを。これは礼拝堂の扉に落書きしていたのと同じ塗料のようですね。そのようです。書かれてまだ時間がそう経っていないように見えます。なんだありゃ、また魔法人かよ。月の一の魔法人だね。赤の扉を開く力があるよ。
そんなことはどうでもいいよ。ジェシカちゃんとカノン君は無事なの？嫌な予感がしますな。早くジェシカさんたちを連れて下に降りましょう。お嬢様、お嬢様、おられますか？お返事をお願いします。ローザ様、鍵がかかっているようです。仕方ないわ、開けてください。様、どうしたの？いたの？ジェシカ、どうした？これはひどい。お亡くなりになっています。これは多分肺まで届いているでしょうが、死んでからそう時間は経っていません。ジェシカー、クソクソ。バトラ様、甘かった。分かってた。島からは逃げられない以上、犯人は必ず近くにいたんだ。ならどうしてすぐに警戒しなかったんだ。甘えてた。犯人ってやつは罪を犯したらこそこそと逃げて隠れてるもんだと思い込んでた。あの時の僕たちは動転してた。ジェシカちゃんが怒りに身を任せて駆け出すのも仕方がないことだと思ってた。でも甘かったんだ。止めるべきだった。ゴーダさん、どうしてジェシカちゃんたちを放ってきちゃったの？あなたが一緒にいてくれたらこんなことには。いえ、それはその、私は危険ですから戻りましょうと言いました。ただそのお嬢様は一人になりたいと申しまして、カノンさんが自分に任せてほしいと言いまして、それを言ったら、カノンさんはどこへ？そうだ、カノン君は一体？カノン君、どこに？カノンさんはお嬢様と一緒にいたはずです。一体どこに？まさか、やられたんじゃないだろうな。静かに。この部屋に誰か隠れているかもしれない。ベッドの下やクローゼットなどを探して。どこにもないぜ。まさか犯人に連れ出されたか。なら早く探し出して助けないと。もたもたしてるとやばいことになるかもしれねえぞ。ローザおばさん、屋敷内を捜索しよう。犯人を探そう。カノン君を助け出そう。静かに。
誰かわかる人、教えて。これは何の鍵かしら。おそらく、この部屋の、お嬢様のお部屋の鍵でしょう。どうしてこんなところに置いてあるのかしら。普通、大事な鍵はポケットとかにしまわないかしら。お嬢様は、ご自分の部屋に施錠される習慣は、あまりありませんでした。ただ、学校に行かれるときだけは、旦那様などに勝手に部屋を見られたくないと言って、施錠されていたようですが。なるほど。登校してるわけじゃないから、ジェシカちゃんがここに鍵を置くのは自然なこと、ということね。この扉を開けられる鍵はいくつあるの？お嬢様がお持ちの一つだけですが。あなたたちのマスターキーでは開けられないの？開けられます。マスターキーは何本あるの？使用人の人は全員持ってるの？余剰分はある？はい。私たちは全員が持っています。余剰分は、どうでしょう。以前は何本かありましたが、奥様に不用心だと強くお叱りを受けまして、対応が取られたはずです。そうです。私たち使用人が一本ずつ持つのみです。それ以外は存在しません。ちょいと待て。確か、前回のゲームじゃ、マスターキーには余剰分があるって話じゃなかったのか。それについてだがな、所在不明のマスターキーが何本もあっては、わらわにあまりに不利であることに気づいたのだ。そりゃそうだろうよ。密室で俺に魔法を信じさせたいお前にとっちゃ、想定外のマスターキーは非常に不利だろうよ。何しろ俺は、施錠に関するトリックが登場するたびに、過去に紛失したマスターキーや、その複製を犯人が所持していてって論法で対抗していくつもりだったからよ。そうよ、その通り。だから、そこを崩す一手を打たせてもらうことにした。設定を変更する。マスターキーは使用人たちがそれぞれ持つ一本のみ。ふざけやがって。それより、こりゃどういう手なんだ。ローザおばさんは何を言っているんだ。さあなあ、話に耳を傾けてみるがよかろう。ありがとう。状況が整理できたわ。そして、ジェシカちゃんを襲った犯人、あるいはその一味の一人を特定できたわ。なんだって。それは誰だよ。まさか、ローザおばさんは、カノ君のことを言ってるんじゃないでしょうね。カノン君が、どうしてですか。この部屋は施錠されていたわ。そして、この部屋に施錠できる鍵は、使用人のみんなが持っているマスターキーと、ジェシカちゃんが持っているこの鍵しかない。でも、ジェシカちゃんの鍵はここに閉じ込められていた。ということは、施錠できたのはマスターキーしかありえない。おっしゃる通りです。となれば、誰かがジェシカちゃんを殺し、そして施錠したことになる。その人物はマスターキーを持っていたわ。そして、マスターキーを持っていた人物は5人しかいない。そんな、私ではありませんよ、私では。そんなことできません。熊沢さんは朝が遅かった。
私たちが礼拝堂から客間に戻ってきてそこで会ったわけだけど、それまでの間あなたがどこで何をしていたかは証明不能。物陰から私たちを伺っていて、孤立したジェシカちゃんたちの後を追い、こっそり襲いかかった。わあ、私がお嬢様のところを訪れて、こんなむごいことをしたとおっしゃるのですか。あんまりにございます。あんまりですとも。ゴーダさんだってどうです。あなたはカノン君にジェシカちゃんを任せて帰ってきたと言ったわ。でも本当なのかしら。本当は二人を殺してカノン君の死体を隠して、それで何食わぬ顔で戻ってきたんじゃないのかしら。そんなことはありません。このゴーダ、誓ってそのようなことはいたしません。私たちでもありません。私たちは親方様のご命令で。ええ、あなたと源氏さんについてだけは大丈夫。お父様から聞いた話でそれは裏付けられて、二人はお父様の部屋でずっと筆行と立ち会いをしていた。お父様と私が保証するわ。ありがとうございます。こうなれば郷田さんと熊沢さんのどちらかが怪しいという論法になると思うの。私もこの部屋に入った最初はそう思った。でもね、おかしいと思ったの。ジェシカちゃんの遺体の様子を見て、みんなはおかしいと思わない？おかしいと言われますと？ジェシカちゃんは背中を刺されてるの。ほら、よく一般的に言うでしょ、背中を刺された事件は顔見知りが犯人の可能性が高いって。部屋に気を許せないような人を招き入れて背中を無防備に晒したりなんか絶対にしない。まさかローザ様はそれをカノン君だとおっしゃるんですか？ええ、私たちは殺される直前のジェシカちゃんの様子をよく知ってる。両親の無残な遺体を見て、ジェシカちゃんはかなりパニックを起こしてた。そしてその後に冷静を取り戻し、ひどく落ち込んだだろうことは容易に想像がつく。そんなジェシカちゃんは一人で部屋に閉じこもったという心理はとても理解できるの。そしてこの辺りの経緯は大田さんの話とも一致するわ。一人にしてくれと言ったジェシカちゃん、そして年も近く思春期の関係もあったかもしれないカノン君が自分に任せてほしいと言った気持ち、本当によくわかるの。そしてだからこそカノン君をジェシカちゃんが部屋に迎え入れたと思う。でも郷田さんや熊沢さんだったらどうかしら。部屋に入れてもらえたかしら。私はお嬢様に信頼を得ていたと信じています。ではありますが、そのなら郷田さんもやはり容疑者の一人ね。郷田さんは多分ジェシカちゃんには好かれてないと思ってたから、ナーバスなジェシカちゃんは部屋に入れなかったと思う。だから犯人ではありえないって思ったんだけど。いえ、その残念ながらお嬢様にはお認めいただけていなかったかもしれません。熊沢さんはどうですか？私どもね、女組は年が離れすぎていて、お嬢様のような若い方の気持ちはなかなか汲み取れません。お嬢様も私たちに心は開かなかったでしょうとも。ねえ郷田さん。そうです、私たちではとても心を開かなかったでしょう。昇進のお嬢様が私たちを部屋に入れてくれたわけなどありません。昇進のジェシカちゃんは
部屋に入ることを許した人物、無防備な背中を許した人物、そしてその人物はマスターキーを持っていた。それらが示すのは一人、カノン君しかありえないのよ。待ってください、カノン君は決してそんなことは。あら、じゃあ他に誰が。やっぱり郷田さんか熊沢さんが怪しい。シャノンちゃんはどっちが疑わしいと思う？ねえ。私は…そんな…私ではありませんよ、シャノンさん。ええ、私ではありませんとも。もちろん私でもありません。お嬢様と仲が良かったのはカノンさんと、あとシャノンさんじゃありませんか。ああ、そうだったわね。シャノンちゃんならジェシカちゃんの部屋に入れてくれるかもしれない。でも、あなたはお父様のところにいたはず。でも実は、あなたが犯人なの。シャノンが犯人のわけはない。おじい様のところで大切な用事をしていたとさっき言ったはず。ええ、分かってる。シャノンちゃんとゲンジさんは犯人じゃない。ずっと一緒にいたとお父さんも認めてる。さて、みんなはどう考えるかしら。意見はないよね。じゃあ私の意見を言うわ。カノン君が死体なき犠牲者である可能性はもちろん否定できない。でも死体が見つからない限り、カノン君が容疑者である可能性も全く否定できないわ。ひょっとするとカノン君は犯人に襲われてどこかに監禁されていたというような口実でひょっこりと現れるかもしれない。でも用心して。多分おそらく、いや、確実ね。カノン君がジェシカちゃんを殺した。バカ。私には信じられません。カノン君がお嬢様をなんて。あんまりです。僕もシャノンに同じだよ。カノン君が犯人だと決めつけることには反対だ。なら、郷田さんと熊沢さん、どっちが犯人なの？怪しい方を教えて。私たちではありません。カノン君じゃなくてこの扉を施錠できるのは誰なの？シャノンちゃん？ジョージ君？ねえ、ねえねえねえ。悩む？わらわのせいにしてしまえ。19人目の謎の来客のせいにすればよいではないか。そうすれば人間どもの醜い押し付け合いを見ずに済むぞ。つまりなんだよ。犯人は19人目の来客、ベアトリーチェ。こいつは魔女だから。マスターキーがなくても魔法で施錠できた。そいつを認めろってのかよ。ふざけるな。ふざけるな。前回のゲームでお前の弱点は知り尽くしているぞ。さあ、どうする。
お前はわらわを絶対に認めないのだったな。なら、カノンというちょうどいい生贄を使えばよい。カノンがジェシカを殺した。ローザの説を支持すればこの場は丸く収まるぞ。カノンはもう死んでいるのだ。死者に気遣う必要などあるまい。そしてこの場にいる誰も疑わずに済む。ちくしょう、お前を認めたりはしない。でもカノン君が犯人だなんて、そんなことはありえない。私は誰も疑いたくはありません。しかし疑わしきは黒ということもあるにはあります。とにかく用心するに越したことはないでしょうな。南條先生、それはどういう意味ですか？その勘違いしないでください。私はカノンさんを犯人だと決めつけたいわけじゃない。しかし事情がわかるので、カノンさんが犯人の可能性もあると、そう思っておいた方が安全だと思うのです。そうですわね。用心はしてしすぎることはありませんもの。それで正解よ。警戒してしすぎるということはない。それについて異論はないわね。いい？この殺人事件にはお父様の黄金伝説が関わっている可能性がとても高い。だとすれば、数百億円の莫大な黄金を独り占めしようと企む何者かの犯行に違いない。それだけのお金が手に入れば、どこの国でも生涯遊んで暮らせるわ。そのためなら私たちを皆殺しにすることだってあるかもしれない。マスターキーを持っていないという理由でジェシカちゃん殺しについてだけは19人目の来客ベアトリーチを容疑者から外した。でも事件に関わってないとは言えない。何しろ莫大な黄金ですもの。犯人は複数人いる可能性だって否定できない。今この瞬間、この中に犯人に買収されている人間が混じっているかもしれない。容疑者でないと信じることができるのは二つしかない。自分自身、そして死体になったものだけよ。それはカノン君も同じ。死体が見つからない限り、彼はジェシカちゃん殺しの最有力容疑者なの。だから用心して。もし生きてたとしても、何かの理由を取り繕っても、絶対に信用しちゃダメよ。いいわね？わかった。カ
ノン君がもし現れても油断しないで。カノン君の無実を証明できない限り、私たちはジェシカちゃん殺しの犯人をカノン君だと仮定します。あいつら、なんでカノン君のことを犯人扱いするんだよ。死体がないからです。死体がないと、なんで犯人扱いなんだよ。カノン君は私のために命がけで戦ってくれたんだぜ。それで、あの魔女に戯れに下請けされて、それで犯人はカノン君だなんて、ひどすぎる。いいんです。結局守りきれなかったけれど、最後にお嬢様のお役に立てたのですから。それをどうしてみんな分かってくれないんだよ。やめろ、ローザおばさん。そんなめちゃくちゃな推理でカノン君を犯人だなんて決めつけるな。犯人だとは言ってません。疑わしいと、いえ、用心しようと、そういう話ですから。言ってるよ。こいつらはカノン君が犯人だということにして、きっと思考を停止する。もう私を殺した犯人が誰かなんて考えないよ。カノン君が犯人でない可能性なんて考えないよ。そしてこの後も何かあるたびに行方不明のカノン君の仕業にして言い訳を繰り返す。私はそんなの耐えられないよ。いいんです。お嬢様だけは真実を知っています。私だけが知ってたって意味がないんだよ。死んでわかった、真実ってのは生きてる人間のものだ。真実が残らなかったら死者は報われない。何のためにカノン君が命を懸けたのか分かんなくなっちゃう。実に愉快な見物よ。死者の嘆きほど甘い蜜も珍しい。嘆け嘆け。そなたがいくら嘆こうとも、死者の声は決して聖者には届かぬ。畜生、畜生、誰でもいい、私の声を聞いてくれ。カノン君は犯人なんかじゃない。カノン君は死体を消されただけなんだ。どうして、どうしてそれが分かんないんだよ。お嬢様、こんなの嫌だ。悲しい、悔しい。これじゃカノン君は殺されそうじゃないか。死者の名誉は聖者が認めなきゃ得られないんだ。誰でもいい、気づいてくれよ。お願いだよ。カノン君は犯人じゃない。行くなよ、行くなよ。みんな頼むから、そのままで終わりにしないで。行かないで、行かないで。
王女様、もういいんです。ありがとう。行くなよ、行くなよ、みんな後生だよ、戻ってくれ。このまま私たちを残さないで、ガノン君を犯人扱いのままにしないで。届かぬわ。死者の嘆きは決して届かぬ。笑わせる、ああ笑わせるぞ、お前のその顔。届くと思ってるだろう。届かないんだよ、ジェシカ。全然ダメだな。え、バトラ君、何か言った？ああ、ダメだ。全然ダメだな。全然ダメって、どういうこと？何か異論でもあるの？警戒しようって話にだけは賛成する。だが、カノン君が犯人ってことにしようって話は、悪いが拒否させてもらう。ほう、ここで食いついてくるとは。カノンが犯人ではない、しかもわらわの仕業でもないならば、このジェシカの部屋の密室をどう説明する？実を言うと、それについてはおやめだ。まったく、俺はどうして全然ダメだなんて言っちまったんだ。自分の言動に責任を持たねえとな。理論武装ゼロの都市空間だがな、俺はこれ以上指を加えてないぜ、ヤトリーチ。犯人ではないという証拠でもあるのかい？なら、バトラ君は他の使用人の誰を疑うの？ゴーダさん？それとも熊沢さん？よせよ、ローザおばさん。俺は熊沢のばあちゃんという人をよく知ってる。たまに仕事をサボってたりするが、いつだって人を楽しくさせようとする人だ。たとえ金に目がくらんだとしても、殺しだけはする人じゃねえ。バトラーさん。そして郷田さんとは俺は昨日会ったばかりだ。正直この人のことはまだよく理解していない。なら、分かったことがある。私は、こんなに楽しそうに飯を作る人を、俺は見たことがない。同じなんだよ。熊沢のばあちゃんと同じだ。郷田さんは、人を喜ばせるのが好きな人なんだ。その人が、自分の飯をうまいと褒めてくれた人を、たとえ金を積まれたって殺すもんか。なら、バトラ君は誰がジェシカちゃんを殺したというの？マスターキーでしか施錠できないこの部屋に誰がジェシカちゃんを閉じ込めたというの？待ちな、それを論じる前に俺ははっきりさせておく。誰々が犯人でないなら誰々が犯人という話がしたいんじゃない。俺は単にカノン君が犯人だということは断じてありえないという話がしてだけなんだ。犯人がカノンではないということを立証できるというのだね。どうやら実に簡単なことさ。危うく見落とすところだったぜ。
ベアト副将要求。言えるもんなら言ってみろ。カノン君はマスターキーを持っていた。ほう、カノン君はマスターキーを持っていない。どうしてそんなことがわかるの。さっき俺はゴーダさんに話を聞いた。カノン君と別れる直前、ジェシカが貴賓室に殴り込みに行ったってあたりの話だ。ゴーダさん、あんたはちゃんと覚えてた。あんたはカノン君の名誉を守った。私がですか。同じ話は僕も聞いてたよ。でも僕にはよくわからなかった。説明してくれるかい、バトラ君。そうさ、ジェシカは貴賓室の鍵を開けるとき、カノン君に鍵を借りたが返さなかった。だからカノン君はマスターキーを持っていないんだ。それはどうかな。確かにゴーダの記憶上ではマスターキーをカノンに返してはいない。しかしゴーダが見ていないところで返したかもしれない。それが絶対になかったとどう証明する。カノンの死体のポケットを調べればそれは立証できるだろうが、それはできない。証明は不可能だ。全然ダメだな。実に簡単なことじゃねえか。そんな、それじゃあカノン君は鍵を持ってなかったというの。ああ、そしてその証拠はジェシカを調べればわかるはずだ。ジェシカのポケットにカノン君のマスターキーが入ってるはず。南條先生、調べてくれるか。ありましたぞ。これですかな。はい、それがマスターキーです。間違いありません。それがカノン君のマスターキーだ。もう一度言うぜ、カノン君はマスターキーを持っていない。だから施錠できたわけがないんだ。確かにそのように。でもカノン君がジェシカちゃんに会った最後の人物なのに、疑わしいことに変わりはない。よそうぜ。人間ってのは本来信じ合う生き物のはずだ。なのに世知辛い世の中を生きるために疑り深さを覚えちまう。だから何でも疑っちまう。俺たちは悲しい生き物だな。その差がを俺は否定しねえ。だが証拠なき断定だけは許さない。疑わしきは黒じゃねえ、白だ。もちろん世の中は狼だらけさ。人を不用心に全て信じろとは言わねえ。だが黒だと断定するならば完全な証拠を用意しろ。それができない限り絶対に憶測で人を黒だなんて言うんじゃねえ。それは疑わしきは黒は私の発言ですが、消えそうでした。謝ります。バトラ様、見事な推理だよ、バトラ君。ゴーダさんもありがとう。あなたが覚えていてくれたからカノン君の疑いが晴らせました。いや お見事。なかなかやるではないか。やべえな、
まんまと餌駒に引っかかっちまったか。そなたは見事、カノンにだけはこの部屋の扉を施錠できなかったことを証明した。使用人は全員マスターキーを持つはず。それが根拠となり、カノンが犯人扱いとなっていたのだから、少なくともその疑いは見事に晴らせたな。となると、ジェシカを殺した犯人はどうやって扉を施錠したのか、そういう問題になっちまうわけだな。まんまと思い通りの展開に引き込まれちまったぜ。かかったな。しかもそなたは他の使用人たちを誰も疑わないなどと大それたことを言ってしまった。さーて、どう言い繕うのか見物よ。うるせえぜ、早速始めるぞ。どうせがっつり否定されちまうんだろうが、先にこの部屋が密室であることの定義を確認させてもらうぜ。よかろう。まず、隠し扉の類は一切ない。出入りはこの扉からだけだ。扉の施錠はジェシカの鍵が一本と使用人たちが一本ずつ持つマスターキーのみ。2階ではあるが、窓から出入りすることも可能だろう。しかし窓は内側から施錠されている。いきなりチェス盤をひっくり返させてもらうぜ。多分扉がどうこう、施錠がどうこうって論法から入るのはお前の手のひらから出ない。好きにするがよい。さてさて、何を復唱すればよいのやら。復唱要求。カノン君はこの部屋で殺された。うん、カノンはこの部屋で殺された。死体はわらわが魔法で消したがな。続けて復唱要求。カノン君の死体はこの部屋にある。拒否する。復唱はできぬ。なぜなら死体はわらわが魔法で消したからだ。そりゃ言わねえよな。そこにどうせ秘密があるに決まってるんだ。エクソ、謎の手はどこなんだ。マスターキーもなく施錠したことなのか、施錠された室内にいる二人をどうやって殺したかなのか、それとも二人を殺しどうやって脱出したかなのか。悔しいが、外堀から埋めてくしかないぜ。復唱要求。最後の施錠はマスターキーによるものである。これも拒否する。その拒否ってやつがどうも曖昧だな。復唱不能だから拒否なのか、本当は復唱できるのにわざと拒否してるのかがわからねえ。礼拝堂の鍵の時はそなたにすっかり逆手に取られてしまった。わらわが有利なうちはわざわざリスクのある赤を使って発言する必要がない。ただそれだけのことよ。そうなんだよな。本来赤ってのは俺の鎮節をあんたが封じる時に使うもんだったんだよな。わらわが有利になるように使うのは当然のこと。揚げ足を取られるリスクが分かっている以上、無駄には使わない。さて、次はどういう手で来る？ゴーダや熊沢を疑う手がおそらく一番使いやすいぞ。くそ、誘導されているようでムカつくぜ。しばらく黙ってろ。考える。もちろん、この扉は礼拝堂の時と同じだ。施錠時にはいかなる方法をもってしても出入りはできぬ。さらに言うと、部屋の外から鍵を使わずに施錠するようなからくりも通用せぬぞ。し、頼まれてねえ時にばかり赤を乱発しやがって。
そもそもそなたとわらわのゲームは、わらわの存在を否定できるかどうかだけが勝利の条件だった。それだけでもそなたに不利なゲームなのに、そなたは勝手に勝利条件を増やし、自ら勝利を困難なものとしてしまっている。そなたの例の手提げから抜き出し戻したという説は、いとこたちを色濃く疑うものであったのだぞ。にもかかわらずそれに気づかないふりをして、よくもあれだけの説をシャーシャーとのたまえたものよ。くそ、だからって親族や使用人の誰かが犯人だって保証はねえ。お前が例えば段ボール箱にでも隠れながらこそこそと近づいてきて、熟睡してる俺たちの部屋に忍び込んで鍵を奪った可能性だって十分あるじゃねえか。それについてはそれでもよかろう。19人目の来客であるわらわを疑うことで彼らに疑いをかけずに済む。ならばジェシカの部屋の施錠はどうする？わらわは魔法で鍵を開けることは造作もないが、さすがにマスターキーは持たぬ。わらわの魔法を否定するならば、わらわを疑うことも否定せねばならんぞ。そしてそれはつまり、そなたら18人の中の誰かを疑うことよ。親切にありがとうよ。少し整理できたぜ。俺にとっての目的は、人間である19人目の来客ベアトリーチェがどうやって犯行に及んだかに迫ることだ。そうすれば誰も疑わずに済む。それができればな。愚かな男よ。こんな部屋本来は密室でも何でもない。何しろ開けることのできる鍵は合計で6本もあるのだからな。そしてそれらの所有者は何人もいる。誰でも疑える。疑い放題よ。なのにお前はわざわざそれらを全て否定し、自分で密室を作ってしまった。わかるか？これはお前の思考的矛盾が生み出した密室なのよ。他の誰でもない、そなた自身が扉を閉ざしているのだ。魔女が魔法で開けたことを認めるか、俺の知る誰かが犯人であることを認めるかの二択だって言いたいんだな。くそ、大手飛車取りのつもりかよ。こういう指し手もあると披露したかったまで。さてどうする、後ろ宮バトラー。実に簡単な話じゃないか。あの自意識過剰な料理男と死に損ないのクソババアをちょいと生贄に仕立て上げるだけじゃない。久保田さんと熊沢さんを疑えばそれでいいのか。ダメだ、俺は久保田さんが犯人だとは思えない、熊沢さんが犯人だとは思えない。だがお前は認めない。
絶対だ。ならば魔法もマスターキーも使わずにこの部屋に入り、ジェシカとカノンを殺し、しかもカノンの死体を魔法を使わずに消失させねばならない。どうやって行う？わらわを否定しつつ誰も疑わずにどうやって行うのか。デザインだ。え、バトラ君、今なんて？降参だよ。俺はカノン君にこの扉が施錠できないことは証明できた。だが、だからといってジェシカを誰が殺したのかを特定できたわけじゃない。いい、十分です。そのカノン君のためにありがとうございます。礼なんかいらねえ。それはつまりシャノンちゃんも疑ってるってことなんだからよ。ローザおばさんもごめんよ。別に反抗したかったわけじゃない。俺も死にたくないし、親父たちの本当の仇を見つけ出したい。協調性のないこと言って悪かったぜ。いいの。私も少し軽率だったわ。仲直りしましょう。おばと追い同士仲良くしないと。